どういった戦術で今日臨むのかというのが非常に楽しみですね。なるほどなるほど、はい。さあゲームが始まりました。手前が大谷、向こう側が9ホールであります。さあそのまあ昨日の今日ということですからね、果たして9ホールがどういう戦いを挑むかというところです。完全に相手を振っています。大谷、ああとネットにかかった。9ホールの反撃のドライブはネット、よしというすごい声を出しました。9ホール、今も大会で対戦をしてますが、この時は3対2で、キホーが大谷を破っています。去年はその1回だけの対戦ですね。レシーブがね、はい、少し安全すぎますね。安全すぎる、あ、これはいい。これを思い切って前陣で振りました。自分のサービスがこう台から出てるっていう、ちょっと出足が良くないですよね、うん、フォア前、あ、これはいい、ナイスブロックでした。もうこれはね、ミドルに打ちたいですね。この今のレシーブは見事でやりました。相手のまあちょうど体の正面へミドルへ来て、それを強引にフォアで打って、かなりフォアサイド空いたところを見事ストレートで破りました。これはチャンスボール返してます。今度はスマッシュ決まりました。今のですね、はい、8、逆転しています。大谷リード、ダブルストップから8、この辺りを中方がうまく攻めました。勝ちまして、まず東京アートが1勝を挙げています。今のはカントですけれども、あの番に当ててるブロックではないと。そうですね、うん、はい、あ、これは今度は9方がお返しとばかりに決めました。ストレートです。高山さん、はい、これボールの威力という点ではどちらがどうなんですか。力を倍返しするような形なので、なるほど、はい、ですから先ほど宮崎監督がおっしゃられたように、こう自分から変えました。チャンスボール、今度は前、拾い切れない、ジュースになりました。サーブです。10-11、うわ、決まった。12-10、チキータ気味にうまくストレートに返しました大谷。そのボールをキホー待っていた感じで打ったんですけどね、はい、大谷のサーブです。思い切って振っています。今度はスマッシュ、スマッシュだ。今度は前、これはキホー余裕はありました。拾っています。キホー、ああ入った、ワン、ツー。こういう時谷口さんがっかりするんじゃないですか。そうですね、ツー、フォー、あっさり抜かれました、はい、ちょっとネットに当たりましたね。ああなるほどね、はい、大谷選手 の, そのバックハンドが強烈なので、前陣での、はい、基本選手はフォア前から、東京アートのメンバーになりました。これが大谷、さあキホーのサーブです。もう先ほどからバックで2本、これチキータ気味に、これはミドルを厳しく攻めました。 YG のヤンジェレの回転のですね、ああいう形でラケットを出すと、ああいう風に浮くもんなんですか。そうなんですね、あ、まあ、キホークもだいぶ変化をかけてると思うんですが、あ、なるほどね、はい、あー、トラム7対7から逆転です。いいところだったんですけれども、ね、絶対にアウト。対戦相手の選手は、どちらかの回転の方に若干苦手があるんですよね。あ、だから、ね、選手は全ての回転に対して得意じゃありませんからね、はい、ダブルストップからよく9ホールも打ちました。あーですね、大谷がそれに応えて、結局大谷のポイント、そうですね、まあ、どうですかね、あんまり関係なくて、ね、うん、はい、それが治らなかったらイエローカードを出したり、はい、いや素晴らしいブロック、いやすごい、入って、あ、この野郎って感じです。今打ちましたけれども、あ、すごい、キホーもこのフェンスを越えたんですけれども届きませんでした。
ちょっと思わず乱暴な言葉使ってしまいましたけど、谷口さん、まあ、ミスも結構出てきますしね。そうですね、人によっては嫌じゃないですか。そうですね、僕は特に苦手なんですけど、回転を入れて曲げたりとかも非常に得意なので、うん、なるほど。ただ今日は少しそのロビングが浅いかなと、はい、あ、そんな感じですか。割合楽に大谷が打ってるという感じです。まあ今のこの大谷のこのストレートフォアドライブ、これは高山さんすごかった。そうですね、ちょっとびっくりしましたね。びっくりしましたね。すごかったですね。あ、これは入ったエッジです。大谷としては2つ続けて取られるわけにはいかない、そんな気持ちでしょう。これもまた先ほどからまあフォアにしろバックにしろですね、いずれも宮崎さん、はい、相手のまあフォアサイドでストレートがいい形で決まってます ね、 ドライブでね。カウンターなんですね。ゲームポイントです。チャンスボール、あー、これはナイスプロ。大谷選手ね、はい、今度は、はい、これで決まりました。11対4。第3ゲームはワンサイドで大谷が取りました。ゲームカウント、これで大谷の2対1であります。さあワンノールです。大谷のサーブ、ダブルストップから、あ、これはアウト。ワンツー、はい、戦い方がやはりちょっと学生とは違うので、うん、そういう部分は試合に入るアドバイスをするようにしています。なるほどね、はい、あ、これは今宮崎さん、ふわっとしたボールを紀宝が返しています。あ、ですが構わずにストレートを打ち抜きました、はい、今度は前、ベテランの紀宝がちょっと振り回されています。さあちょっと疲れたかな、はい、あという感じです。9点目、そういうことですか。うわすごい、これはすごかった、うん、いや今の紀宝もちょっとフェイントをかけたような感じのね。あ、決まった、おたけびであります。大谷打ちました。ゲームカウント3対1です。これで東京アートが2勝を挙げました。2対0となりました。大谷対紀宝の一戦は3対1。